E プラスをご覧の皆さん、こんにちは。河村陽介です。この度、池田屋裏2012という楽しく笑いあり、そして涙あり、見に来ていただいたお客さん全員に楽しんでいただける舞台を作りたいと、ただいま稽古の真っ最中でございます。個性的なキャラクターが揃っていて、なおかつ新選組が好きな人が見ても楽しめる、そして新選組見たことがない人でも楽しめる舞台っていうのを作れたらいいなと思います。新選組の中で局長の近藤勇をやらせていただきますが、今までにいろいろな方がやってたり、歴史上でなんとなくのイメージがついてるかもしれませんが、そのイメージありつつ、新たな河村陽介の近藤というのを作り上げてお届けできたらいいんじゃないかなと思ってやっていこうと思っています。まあ、どうなるかまだ分かりませんが、楽しい舞台、見に来ていただいた方に損させない舞台を作り上げたいと思ってます。男ばっかで今盾の稽古の真っ最中ですが、そこに女性陣の迫力が加わり、全体で揃った時にどうなるのか今から僕も楽しみですが、まあまあなんだかんだここで言ってもしょうがないので、ぜひぜひ劇場に足を運んで見に来ていただけたらいいなと思います。はい、僕から言うことはそれだけです。よろしくお願いします。